はいどうも、はいどうも、おっしゃい知ってたっす、知ってたっす、タイミングバッチリだなと思って、はい、どうも、はいどうも、やっとでございます、はい、うかみだです、はい、ということで、はい、今回もですね、今でちょっとネザをずっと探してたんですけども、はいはい、ネザを探索してたんですけど、はい、少々ね、うん、疲れてきたんじゃないですか、いや、行きますよ、私はネザ、あ、やりますか、はい、あ、ということで、じゃあ、ネザで頑張ってきたいなと、はい、思いますので、はい、引き続き、じゃあ自分はちょっとレール敷きましょうかね、取ってきたやつを、そうですね、はい、繋いでいこうかなと思ってます、皆さんよろしくお願いします、はーい、はーい、ポッ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 、行ってきます、あ、ごめんなさい、じゃあ今日もレール敷いて探索して行きましょうかい、行きましょうかい、そう、これがないと、村人落としてみたいな、もういないか、村人います、もういないね、なんか見えひんっすよね、やられちゃったぽいっすよね、子供いたんだけど最近まで、はい、いないね、いないっすよね、多分この村は死にました、でネザーにいた村人もいなくなってるよね今ね、あ、マジっすか、なんか見ないんじゃない、入った時いなかったんじゃない、あ、確かに、こんなに舌を豊かにしたのにもう誰もいないんじゃ意味ないね、悲しすぎるっすね、これ村人は湧かないの、村人は、あ、村人ゾンビがいる、村人ゾンビがいるなら一応2匹村人ゾンビを見つけたらなんか石とかで囲って捕まえるんですよ、でそれを捕まえといて準備を整えて復活させてあげるってこともできるらしいですよ、村人ゾンビを2匹どうにかして捕まえたら繁栄できるみたいな、じゃあ自分はもうとりあえず木切ってレール作って敷きます、はい、じゃあ私は目指します、マイナス5000をなかなか難しいっすよね、なかなか難しい、もうちょくちょく行ってちょくちょく帰ってきてっていうのが一番正しいのかもしれない、死んで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 、丸石と、はい、飯しか持っていかなくていいのか、そうっすね、どうせ戦わんすもんね、オッケー、じゃあ行ってみよう、まず行ってみなきゃわからないよっつって、そうっすね、死んだら死んだらいいじゃないか、また丸石掘っていけばいいじゃないか、そう、それがマインクラフトだ、いつかたどり着く日が来るんじゃないかと、そう、その時の喜びはひとしおです、行ってみましょう、それがマインクラフトだ、うわー、もう死にそう、もう死にそう、すごいですね、世の中チキンで気は切れるんですよ、この状態でもしか切れるな、食い散らかしたやつが下に落ちていくのが見えるな、これでレールを作って敷く、もう敷くぞ、なんかどっから声が聞こえるのかわからない怖さあるよねー言うて、どんどん来てますよ、マイナス3000に行けばとりあえず、よし、これで行こう、一旦これで行こう、相手どっから繋げても一緒やねんからこっち側から繋げよう、よし、行きまーす、はい、こっちじゃなくてこっちっすよね、今からはレールを敷くことしかしないので、これで足りるかな、足りんかな、まだ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、うわ、ああ、ああ、アップね、やばいな、本当にタランさん何をやってるんだ俺、加速レールも回りはするのか、ほい、ああ回らない、泣きたいどうした、もうやってて思う、本当に足りないですね、どんだけ集めても足りないですね廃校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 でしょ、これ全部集めた頃にいらんくなるぐらい、そんなもういかんでよくなるぐらい、そんな集まってるんじゃんって思い出してますね、うわ、またネザー、あ、ネザーじゃない、要塞見つけたよ、あ、やるっすね、うわ、やばい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 、どこ行った、どこ行った、うわ、あと、うわ、うわ、うわ、怖い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 、怖すぎる、恐怖でしかない、で、ここで今から加速レールだけの日々が続きます、こちらはよくよく考えて、別にレールが繋がってればいい、加速じゃなくていい、そう、自分で加速せしかせえへんって言ってた、そう、でも一定の距離をと遠くなると、いくら繋がっててもレッドストーンが届かの力が、なんかパワーが届かないっぽいんですよ、あ、それはそれでいいみたいな、2個目の要塞を突き抜けていきます、突き抜けていってください、どんどん、もう突き抜けていきましょう、この世の中
え、ちゃいます？あ、ええ感じや、ええ感じや。そうは。わあ、つるはしがない。これは一回死んで戻ってもいいやつになるぐらいまで頑張りたい。加速レールだけのトロッコのところで行ってみたいと思います。はい、お願いします。その楽しみ。加速しかしないのか、加速すらせえへんのか。そう、加速しかしないのか。でも加速んとこまで行くのに時間がかかるよ。行くぜ。行ったれ行ったれい。うわ、つるはし足んないかも。こっから加速するでしょ。え、はい、どうなりました。あ、やばい、つるはし作れないっす。加速レールは、はい、スイッチ入ってなかったら止まる。あの、普通のあれと違うんですね。そういうことね。止まっちゃうのね、あなたたち。残念なお知らせやわ。ネザーを手で掘っています。それやばいっすね。レーザーを手で掘るはなかなかないですね。ナット君は何をしてるんですか。繋いだ加速レールだけのところを走ってます。加速してますか。いや、遅い。びっくりするほど遅いんですけど、これどういうことですか。じゃあもうダメだったと。でもちょっとずつ、あ、だから、はい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 。あ、でも速くなった速くなった速くなった。ういういうい。あ、速い速いですね。いい感じで速いです、速いですよ。まだまだ足りんす。今全部植えたすけど、植えたつか敷いたすけど、まだまだ足りんす。半分ぐらい来た。いや、これ半分いってるんすかね。もう逆サイドからいってるから何とも言えないですけど。よし、一回帰ろう。ちょっとダメだこれ、手じゃ無理だ。あと鉄欲しいんやったら、はい、そうか、谷村掘ればいいんすよね。あっち鉄多いっすよね。遅い、逆に遅いわ、これダメだわ。ダメですか。はい、あの、加速しかせんレールは逆に加速せんっすね。おっせ、なぜか知らんがおっせえっすわ。やっぱり鉄がいっぱい欲しいから、鉄で作った方が早いということが分かったんで、鉄を掘ろう。戻ります。よし、戻るぞ一回。はい、了解です。くそー、石不足です。じゃあついでに俺はじゃあそれで石をもらおうかな、ラットから。あ、了解、それいいっすね。ナイスアイディアっす。ラットが、ね、ラットが欲しいのは鉄と、俺が欲しいのは鉄っす。俺が欲しいのは石だと。そうっすね。それでいきましょう。同じものが手に入っちゃうじゃないですかってやつですね。そうっすね。ネザーで線いくって結構バカなんすかね。バカでしょ。だって要塞2つ飛び越えてんだよ。あ、じゃあ、はい、上の村から下にバーって掘ってって、はい、それ40回ぐらいやればちょっと上広がるんじゃない。あ、確かにそれはある。もうちょっと太陽当てたくない。当てたいっす。本当はもっと太陽欲しいっす俺。欲しいよね。はい、そのパターン。でも死ぬ、あまりにも高いとこだったら死ぬもんね。鉄もだからもうそれしか持たんかったらいいんじゃないですか。死んでもベッドで寝ときましょう今こっちの。おー、到着、そろそろ戻ります。了解です。鉄っすね、とりあえず鉄を。あ、鉄あげるよ。はい、おー、ありがたいです。もう最終的にこの高さで全部設置します。最終的には全部11より上に地面はないみたいな。世界中を、世界を、それやばいな。そう、ここ基準の世界です。サプライズだね。多分やるのに何年かかんねんって話ですよね。何年かかんねんだね。ケンさんのその上から下にどんどん掘っていこう40回ぐらいするのなかなかアホな考えですよ。村人ゾンビが出てきた時はチャンスですね。じゃあチャンス、それまでにここを捕まえるぞ、あいつを。はい、捕まえるぞ村人。捕まえましょう。それで立派な村人にして増やして2匹捕まえて。そうっすね。で、そっから増やして立派な地下都市をここに作りましょう。ただ普通のゾンビじゃあかんっていうとこが辛いですね。でもちょっといるでしょ。スポナー結構いるっちゃいます。そろそろ閉めるか。そうっすね。そこら辺レッドストーンだらけですね。そうっすね、レッドストーン多いっすね。囲まれましょう、ちょっとここの。つい、光ります、光ります。そして、そして光ります。こちらもみんな光ります。幸せの石です。幸せの石、レッドストーン。でも少し経つとすぐ消えます。幸せのレッドストーン。はい、どうもどうもどうも。あ、あかん、俺がやったあかん。はい、ということで、はい、本日はレールを敷いてみました。ネザーをつなげてみました。はい、全然足りない、全然足りない、足りない。
ということで、お互い各自必要なものをやっぱ集めないといけんすね。集めてから行きましょう、次は。この集めるという作業からは逃げれないっすね、俺らは。逃げれないっす。はい、ということで、次回もそうだ、集め頑張りたいと思います。はい、はい、ということで、ラットでした。バイバーイ。ありがとうございました。